アイドルグループ、乃木坂46の久保市より21が630日都内で行われた映画、探偵、マリコの生涯でヒさんの秘書日舞台挨拶に登壇。探偵に頼もしたいことを問われると、今後のアイドル、知っての進み方を不安げに明かした。作品日、未、探偵マリコに依頼したいことを問われた。ほは、マリコ何でも話せる。 空気感がある年、今後、アイドルとして、どう進んでいったらいいかと真剣な眼差しで聞いてみたいことを、ロ顔小さくて、目がクリクリして手と初対面。印象ですでに虜になっていた、伊藤彩里、29、は、本当、迷うことないですよ。そのまま突き進んでく、い大丈夫です。必ずと力を込めた。同作は、新たにあるバー。 カールモールのバーテンダーで、サダのマリコ、伊藤と、その恋人で、自称忍者のマサヤ、竹、うちの物語、東洋のマク擦と称される歌舞伎町を、第2、6つのストーリーを両監督で、文行、一本の、A として作り上げていくというコラボレーシングスタイルの意欲作となっている。次々と巻き、彫る予測不能な出来事、それぞれのストーリーが複雑に絡み合い、 やがて一本の線としてつなり、オフビートな笑いと感動の涙を巻ききこ。マリコが営むバーの常連で、ホストに貢ぐき、バジを演じる久保は、私自身も映画を撮影し、から、心の隙間を感じました。それが何なのを考えるきっかけになったので、皆さんにも見いただけたらと思いますと呼びかけた。い、んには、竹内豊、52、北村幸也、49、 内田英治監督、山晋三監督も登壇した。